コムーナは、ロシア海軍の潜水艦救難艦。コムーナは1912年の建造から100年以上が経過した2020年現在も、国海艦隊において、現役で運用されている。ロシア帝国、ソビエト連邦、ロシア連邦の3つの生態の海軍を渡り歩き、ロシア革命と2度の世界大戦を経験したコムーナは、実際に運用されている。 海軍艦艇では世界最古の艦である。コムーナは1911年12月30日、造船総局によって建造番号3559号としてプチーロフ社に発注され、1912年5月5日に建造契約が結ばれた。造船士官、NL レスニコバの監督下で1912年11月12日に寄港後、 1913年11月17日に、ボルホフの名前で、浸水。1915年7月15日に、バルチック艦隊で収益した。サンクトペテルブルクで浸水したボルホフ。1913年11月17日撮影。ボルホフはカタマランを採用したロシアで、初の艦であり、同様の艦型を採用していたドイツ帝国海軍のバル艦をタイプシップにしていた。 ボルホフは、レーベリを主な母校として、潜水母艦として活動した。ボルホフは、潜水艦の乗員60名の収容能力のほか、補給用の魚雷10本と燃料50トンの搭載能力を持っていた。すでに第一次世界大戦が始まっていたため、ボルホフは、ロシア海軍の潜水艦のみならず、同様に展開していたイギリス海軍の EQ 及び CQ 潜水艦にも支援を行った。 ボルホフは1917年夏にオーランド諸島沖で沈んだアメリカンスキーゴランド級潜水艦 AG-15 を激しい湿気の中で引き上げ初の潜水艦引き上げに成功した。1917年9月24日にはボルホフはバルス級潜水艦エディのログを水深13.5メートルから浮養させた。1917年後半ボルホフは ロシア内戦に参加し、ソビエトバルチック艦隊の潜水艦と共に行動した。そしてソビエト連邦が成立した翌日である1922年12月31日、ボルホフはコミューンを意味する、コムーナと改名された。新たな名前と共に、バルト海での活動は続き、潜水艦ズメイヤで発生した火災の消火、通報艦、コブチクとクラスノアーメイエツの引き上げに従事した。 1928年中頃、コムーナは1919 19年6月にフィンランド湾の水深62メートルに沈没していたイギリス海軍の潜水艦 L55 を引き上げ、L55 は後に L 型潜水艦の参考となった。コムーナは以降もサルベージ船及び工作艦として活動したほか、沈んだ引き船、魚雷艇、墜落した航空機の引き上げも行っている。 1941年6月に独ソ戦が始まると、コムルナは空襲による損傷を受けながらもレニングラード、包囲戦の全機関を通じて、レニングラードを拠点として活動した。1942年3月、コムルナは命の道と呼ばれた、包囲下のレニングラード唯一の補給戦である、凍結したラドガコ城の道を通過中に沈んだ車両の引き上げに従事した。 コムーナは、この活動で、キロボルト -1 重戦車4両、トラクター2両、その他車両31両を回収している。同年には、コムーナは、M 型潜水艦6隻の修理を行い、SC 型潜水艦、SHCH-411、A1000 アウストラ、スクーナートルードと、ボドレー -2、その他数隻の船舶引き上げに従事している。 1943年2月、コムーナの上院がボルガ川に派遣され、現地で衛星イーバンとイリューシーンいるマイナス2を回収した。1944年には、コムーナは14隻1万1767トンを引き上げ、さらに34隻の船舶を修理している。レニングラードの包囲が解かれた後、コムーナの全上位に、レニングラード防衛機将が授けられた。 第二次世界大戦後もコムーナは引き続き海軍での任務に就いた。1954年には改装が行われ、機関がオランダ製のより近代的なものに換装されている。1956年11月には潜水艦 M-200 の、1957年10月には M-256 の引き上げに携わっている。1967年、 コムーナはバルト海から国海の国海艦隊に移され、1100万ルーブルを費やして深海級艦艇を搭載できるようにする改装が行われた。1974年にコムーナには AS-6 型ポイスク -2 深海級艦艇が装備され、同艇は1974年12月15日に水深2026メートルの潜水記録を残している。 1977年には、高架カサス沖に墜落し、水深1700メートルの海底へ沈んだスマイナス24の捜索に用いられた。1984年、コムーナはロシア科学アカデミーへの遺憾のため、軽戦されたが、その後遺憾は取りやめられ、すっかり荒れるがままになっていた。コムーナが海軍で最終駅するにあたって、完全な改装作業が必要とされ、 1999年にコムーナはサルベージ船から旧内艦に変更された。2009年10月にはイギリス製の深海急南艇パンテラプラスが搭載されたことでコムーナの対応可能深度は水深1000メートルにまで引き上げられた。また、1914年にコムーナに送られた古いピアノが演奏可能な状態に修復された。2012年1月、 コムユナは、セバストポリを拠点とする、救難艦艇の一席に割り当てられた。2020年現在、コムユナが、その100年以上の現役生活で引き上げた感染は150席に、上る。ありがとうございます。